8A-5、A-33 飛行する A-33DU-A-33 はアメリカ合衆国のダグラス社が開発し、アメリカ陸軍航空隊で運用された攻撃機。ダグラス社や輸出先では 8A-5 と呼ばれた、ノースロップ社が開発した A-17 攻撃機の改良型で、 ノースロップ社を吸収したダグラス社が新たに開発した。第二次世界大戦中に少数機が生産された。A-17 より強力なエンジンと爆弾搭載量が増加した。当初は輸出市場を対象として開発されたものであったが、輸出されたもののほとんどがアメリカ陸軍航空隊に行き着いた。ノースロップは一時期、ダグラスの下で働いていたことから、 1932年にダグラスの協力の下でノースロップ社をダグラス社の一部所有主会社として設立した。1937年にノースロップはノースロップ社の経営から引退し、ノースロップ社はダグラス社に吸収された。この吸収により、ノースロップ社が開発した機体はダグラス社に開発、生産が受け継がれた。このうちモデル8として開発された。 A-17 は、ダグラス社エルセガンド工場で、さらなる改良が続けられた。改良型はモデル 8A と呼ばれ、そのうち語案目が、開発続行となった。こうして生まれたのが 8A-5 である。8A-5 は、1200馬力の R-1820 から87、エンジンを搭載している。武装も A-17 の派生型のうち最も、 強力なものに改められた。搭載量も拡大されたため、最大2000ポンドの爆弾を運ぶことができた。また、翼の形状は根本側が中2215、翼端は中2209である。カリフォルニア州にあるダグラス社エルセガンド工場で生産が行われた。1940年初頭、ノルウェー政府は36機の 8A-5 を注文した。 1940年10月から1941年1月の間に完成した機体は、ノルウェーがすでにドイツ軍に侵攻されて納入できなかったため、代わりにノルウェー陸軍航空部隊、空軍のために設置されたカナダ・オンタリオ州のトロントアイランド空港に設けられた訓練施設、リトルノルウェーに送られた。リトルノルウェーでの訓練では2機が失われた。 訓練の需要を満たすため滝への置き換えが進み、残っていた34機はペルーに売却された。しかし、そのうち31機は第二次世界大戦の開始に伴って陸軍航空隊に取り戻された。この31機は A-33 と指定された、上でエンジンが乾燥され、訓練や標的栄光をはじめとする様々な任務に使用された。 マグダネルダグラスエアクラフトシンス1920、現在まで残っている機体はない。ナショナルミュージアムオブザ US ・ USAFA-33 ファクトシートテンプレート、ダグラスエアクラフトテンプレート、USAF アタックエアクラフトハット、ザインコンプリートガイドツーエアフォイルユーセージ。M-selig.a.illinoid.edu、2019年4月16日閲覧。 ペルトイエアーエンスージアストセプテンバー、オクトーバー1998、ピアニッシモ、三四フランセン1979、P222。ありがとうございます。